距離が出ないっていう形になっているので、で距離を上げるためにいくつか方法あるんですよ。ヘッドスピードを上げるとかミート率を上げるとかっていうのがあるんですけど、ヘッドスピードもミート率もなんかその場ですぐに上がらないじゃないですか。なのでとりあえず即席的に、キャリー、まあ、その打ち出しを高くしてキャリーを増やして飛距離を伸ばすっていう方法を、まあ、せっかくなので今日ちょっとご紹介したいと思います。これドライバーなんですけど、一回普通に打ってみたいと思います。こんな感じですね。結構こう弾道が低くなっちゃいますよね。低いこうライナーみたいなボールで、ドライバーっていうのはもともとロフトが一番こう立ってるクラブなので、なかなかボールって上がらないんですよ、普通に打っても。なので、今みたいな弾道、こう低いライナーみたいな弾道になりやすいんですね。で打ち出しをこう高くしてキャリーを伸ばすっていう方法があるので、少しだけ、まあ、ワンポイントアドバイスで構えたら、この肩のこのラインありますよね。これをね、少しね、こうやって右肩を傾けます。で視線でいうとこう空を見るような感じでいいです。空を見てあげると勝手にこう肩の向きが少し右が下がるのでこうなります。でこれこのまま構えちゃうと単純にここからこうダフっていってしまうので、少しだけこう左肩をこう上げ、右肩を下げながら少しだけこう左の方に多めに体重をかけてあげます。でそうするとちょうど最下点もそんなにこう右になりすぎなくていいので、視線上げます。さっきよりも倍ぐらいの高さになったの分かりますかね、はい、でこうやって、肩 の, この傾きを変えるだけでボールの高さの弾道の高さを調整することができるんですね。いいので、特にフォローが吹いている時とかっていうのはこう一工夫入れてあげると結構距離が伸ばしやすくなったりとかするので、まあ、これも一応テクニックの一つとして